ましょう。まずは注目がこのボール蹴り上げる時なんですが、パーを全く見てない。いやー本当ですね、感覚だけっていう感じですかね。18メートル上ですよ。そして蹴り上げられたボール、見事な放物線でパーを越えてます。これ体勢崩れたんですね、でもしっかりと落とさずに見事クリアしました。しかも見てください、このトラップ18メートルという高さが落ちてくる。ボールの勢いを殺すためにジャンプしながらトラップをしているんですね。どうですね、さらにこんな体勢になっても高いボールを持っているんですね。危ないんじゃないですかね、こんな技。もう素晴らしい、神の領域です。崩れたんですね、でもしっかりと落とさずに